地獄の風車、カリスマを吹き飛ばすか、ダニエル・ピュータス。タケル中秋の名月の今夜、試合後、勝利のムーンサルトは見られるでしょうか。3回のダウンで KO、 延長1ラウンドが用意されております。さあ、タケル、スーパーフェザーですよ、今回。かなりフィジカル強いですね、この選手。そうですね、あの紹介でもあったんで、65キロとかでも試合をしているぐらいの、60から65の両方試合しているような選手なんで、まあ、体のフレームはね、やっぱ並んでもだいぶ大きさありますし、そうですよね、タイムストップ、ここでタイムストップです。でもあれですね、こう今までタケルはタケルのプレスはものすごい強い圧力があったんですけど、このピュータスに対してその攻撃ができるかなっていう、うん、それができたらタケルのペースなんですけどね。そうですね、逆にプレッシャーかけられるようだとちょっとやりにくいなと思うんじゃないですかね。トーナメントの時にも、まあ、3回戦って、まあ、日本人2人とスタウロスだったんで、こういうタイプじゃなかったんで、うん、まあ、スーパーフェザーでやっていくとなると、やっぱこういう選手たちと戦っていくことになると思うんですよね、うん、なので、だから今日の試合は本当に、うん、試されてるというか、そう、試されてるんですね。今ピュータスの体にワセリンがおそらくついていて、足が滑るということでチェックが行われておりました。再開します。左の前蹴りから入っていきます、タケル。まあ、そういう意味では、お、右のストレート、マサさん、本当にこの体格差というのはね、はい、うん、そうですね、いや、大きいですね、大きいですよ、この選手。ピュータス、まあ、結構じりじり出ながら、まずはローキック蹴っていって、そこからパンチまとめていくっていうようなスタイルなんで、うん、まあ、左のボディです。ピュータス左右のボディとローキックが得意と本人は話をしていました、ね、はい、ダニエル・ピュータスです。まあ、ただこのタケルもアメリカへの武者修行を再び行きまして、さまざまなものを吸収してきたと、自分の今までの常識が壊された部分もあったと話をしました。この立ち上がり、まだ大きなコンタクトはありません。まあ、久松さん、そういう意味では、ね、常にプレッシャーの中で戦い続ける、まあ、苦しいでしょうね。でも半年ぶりに帰ってきて、こういいですよね、嬉しいです。あの犬パチンパチンと効いてきますよ、いいですね。おー、カウンターでした。いや、このタケルの拳には体重差、体格は関係ないんでしょうか。効いてる、効いてる、まあ、チャンスですね。さあ、にじり寄るタケル、接近戦です。パワーあるな、タケル。眼光が鋭い。カリスマのその先へ、3階級のその先へ、一体どんな景色が待っているんだ。さあ、1ラウンドで仕留めるか。ボディーから左のフック。ただね、マサトさん、あんま近づきすぎるとピュータスも怖いですよね。うん、そうですね。あ、でも効いてる。当てらせた。集中砲火、集中砲火。この男にもう常識という概念は通用しません。全てを超えてきたタケル。タイムの試合は1ラウンド2分9秒1ラウンド2分9秒、ちょっと赤のオーダータケル選手の KO 勝ち。もしかしたらタケル選手苦戦するんじゃないかと思った、自分が恥ずかしくなるような試合結果でした。いや、タケルスーパーフェザーの方が強いですね。やっぱり減量が楽になった分、本当にスピードもパワーもなんか、そう、それがなんか二回りくらい強くなったような気がしますね。なんかいい意味で繊細になってるからやられないんじゃないですかね。こう、いや、ちょっと関根さん、はい、タケル選手ね、この間のトーナメントの時にはね、まあ、9番しのぎで60キロの体作りきれなかったって言ってたんですよ。で、今回じっくり作ってきたっていうんで、パワー負けしなかったですね。いやー、久松さん、いかがでしたか。いやー、もう本当やっぱカリスマだなと思いましたね。いや、本当にスピードは全く変わらず、はい、パワーが上がったっていう感じですよね。ね、一発一発重いでしょうね、今のパンチ。いや、もう最後は倒れてる相手を倒させないぐらいの打撃のラッシュを見せました。なんかやっぱ変にこう体重とか増やさないでやってるのがいいと思うんですね。こうなんかか体格に合ったものを体重で上の階級の選手たちと戦ってるというか。なるほど、そうですね。もうガードの上から聞いちゃってますもんね。そうですね。ただ音がすごかったです、殴ってる時の。勝負タイムは1ラウンド2分10秒1ラウンド2分10秒でした。これピュータースもびっくりですよね。日本にこんな強い選手がいたのかっていうね。
いやそして、ね、噂は聞いてたけどね、本当にすごいなって思ったんじゃないですか、ね、あ今浦部光也がグローブを外しています。これは武井と武両方とも衝撃的な KO でしたね。そうですね。